キャリオンプレゼンツファジアのニュースは株式会社キャリオンの提供でお送りします。キャリオンさん、今日もありがとうございます。さあ、この番組ファジアのニュースはですね、我々フロントスタッフの視点から、ファジアの岡山のことをもっと知っていただこうという、番組でございます。今日もお付き合いのほどよろしくお願いします。はい、少し時間が経ちましたけども、プレーオフ、1回戦の敗退から、約2週間が、経ちましたけども、ちょっとずつ僕的には傷の心ごというかちょっと癒えてきて、っていう感じなんですけども、もう皆さんどんな感じかな。試合見返せました？いや、見返せてないんよ。やっぱりね、ハイライトも見れてない。だから失点シーン1点目は見たんよ、はい、1点目は立ち上がりっていうこともあったし、えっていうので、現場でもうちょっとパッてスマホ開いて、ダゾーンでスタジアムの外で、ああこういう失点やったんやっていうのを見て、でまだ時間あるから、はい、でそこから言うと我々追いかける立場になったやん、はい、で僕的にはこれは戦いやすいなって逆にちょっと思っちゃったところもあったんよね。ほうほう。そのもうほんまもう一サッカーファンとしての、はい、もう当然審理やけども甘かったね。残念でしたね。だからいろんな選手もコメントで出してるけど、やっぱり2点目の取られた時間帯とか、でもやっぱりこうなんていうか、改めて気づかされたのはやっぱ当然 J1 昇格っていうのはめちゃくちゃ大事やし、一つの目標でもあるし、でそこにずっと僕ら挑戦してきてるわけじゃない、はい、でもこう、終わってやっぱ2週間近く経って、僕もいろんな、経営者の方というか社長の皆さんとお話しする中で、やっぱこう J1 昇格っていうのは私ゴールではなくて、あくまでも手段で、でこの岡山っていう町が、どうなっていってる、このやっぱり、J1 昇格にやっぱいいところまで行った、そして3位という結果を残せた、過去最高の勝ち点数、このアフターコロナを見据えた中でのやっぱこのスタジアムの盛り上がりとか町での話題とか、決してこれって、当然昇格すればよかったんでしょうけども、ファジアの岡山がこの街にある、存在意義というか、そういったところを、少しでもこう認識できた、いろんな方が、いろんな話題を通してですねお話ししてくださったっていうことが、なんかこう改めてこう気づけたというか、やっぱり僕たちって子どもたちに見ようっていう理念があって、その理念に基づいた形でいろんな行動、活動指針を、あって、それやっぱり踏まえてこう事業活動してるわけじゃない、はい、だから先ほども申し上げましたけども、やっぱり J1 昇格はほんま大事、もう当然もうめちゃくちゃ大事だ、 J1 行きたいし、でもそれはあくまでやっぱり通過点というか、手段であって、ゴールではないよっていうところを、気づかされた、2週間でもあったなというふうにも思いますね。だからもう君が大きく携わっているダゾーンの第2話のドキュメンタリーもちょっと見れんかったけどね、すぐは、冒頭のシーンから、そう負けた瞬間の始まったから、ちょっと見れんかったけど、でも見てなんか逆にほんまに良かったというか、やっぱりこう岡山でやってるこう喜びというか、やっぱその僕らの街にあるクラブっていうのがこう改めてこう理解できた、ダゾーンのドキュメンタリー第2話やったんで、これ第3話また続いていくじゃない、はい、これまたどういう風に締めるのかっていうのは今もう絶賛編集中、企画会議で頭を悩ませながら、一つ回を見つけてこうしていこうかっていう形になってます。なるほどね。そうか、でも楽しみやし、でもね、本当にもう切り替えて、次の2023シーズンにも向かってますから、チームはしっかりと皆さんも、次の来シーズンに向けて一緒に戦っていっていただければと思いますし、より一層、熱い応援
をいただければと思いますので、よろしくお願いします。さあ、それでは、今日のヘッドラインはこちらです、こちらをどうぞ。ミッチェル・デューク選手ワールドカップメンバー選出、そして小学校直接訪問が再開、そして、明日です、明後日ですね、ファン感謝デー、事前情報というこの、3つのラインナップでお届けをしていきたいと思います。それでは、最初ですけども、11月20日に開幕する FIFA ワールドカップカタール2022のオーストラリア代表に、ファジアの岡山所属選手として初めてですね、ワールドカップに出場することになりました、メンバー発表があった、11月8日ですね、オンラインで会見がありましたので、そちらの様子をご覧ください、どうぞ。 Yeah, I'm absolutely buzzing. It's a dream come true. I'm sure any footballer has a dream once they become a professional to play in the biggest stage in the world, which is the World Cup, and I'm very excited.For me individually, obviously my strengths, that's why I was chosen, which is my physicality, my energy, I can win battles 50-50s and get myself in the box and also help score goals. So that's basically everything what I'll need to do. We're playing against some world-class opponents, so I need to make sure I can match them physically. Well, they're the reigning champions from the last World Cup, so, you know,The French national team has so many players, so much talent, so many world-class players. It's going to be the toughest opponent we've come across in years, to be honest. So it's going to be a very hard game. But, you know, the Australian spirit is we don't back down to anybody. So, you know, we're going to make sure we take the fight to them and try and cause an upset. Found out actually really late last night, and it was just through a message just saying, congratulations, you've been selected. And actually after the announcement was made, then I had a call from the head coach to congratulate me and what he expects of me in this camp. Yeah, similar to what I did against Peru, to be honest. They were also a world-class opponent, very strong physically, and that's one of my strengths. Me and the other strikers are very different.The other boys are a bit more just goal poachers and in the box they're dangerous, where for me obviously I can run, do all the defensive stuff, and I can win my aerial duels. I'm dangerous on crosses, and physically I can match the big defenders, so that's basically what I want to do. I want to cause chaos, make it hard for them, don't let the defenders be comfortable, and run them into the ground, make them tiredYeah, to be honest, they've showed great support ever since I arrived to the club, and I saw more and more Australian flags with the supporters every time we were playing at home, which I loved. And, they've made me feel very special with that kind of support, the fact that obviously they are Japanese and I'm Australian, but they support not just me for their club, but for my country as well. They are amazing, and I really appreciate their continued support.Yeah, for me, most likely my first time playing in a World Cup and my last time, as I'm getting a bit older now. So it feels very like extra special. Some of the boys that have been selected have experienced the World Cup before. And the stories I've heard is it's literally you can't match the experience in any other tournament or any other feeling. So I'm excited to experience this for the first time. And to look back on my career will be one of my proudest moments.To be the first player in Fagiano's history to get selected to play at a World Cup is incredible. It was already a history-making year for the club to finish top three. And to top it off, to have a player represent them at the World Cup as well, I think is extra special. Obviously I started my career in Australia.And the Australian League to the Japanese League is very different in a lot of ways. And I felt like when I went to Japan, I did grow as a player. I got better technically and just sharper in the game. Basically just played to my strengths, and it just improved me with how hard I work in the match, how much I run, do my defensive duties, as well as play a part now in the goals as well. And Japan helped me become that better player, because the league itselfhas good quality and it's a good standard. It's quite fast. So it helps you be prepared for international football as well.
Just on social media. I've seen their, some of their comments and messages on Twitter and Instagram. So it's been quite good. I think a lot of the boys are happy and proud as well that I've made it. So, yeah, no, it's special. I had good friendships that I made at Feggiano as well, and I'm happy that they're happy for me. Yeah, for me, I just want to just do the best best we can at the World Cup and get out of the group stages at least. I think that'll make me feel like we achieved something amazing with how hard our group is. And for me to come back with a couple goals and a few wins. はい、デューク選手のオンライン会見を、見ていただきました。楽しみやね、これは。そうですね、うん、楽しみが増えましたね。フランス戦、初戦は日本時間で23日朝4時、はい、フランス戦ですよ、まあ、日本代表はもちろんですが、これオーストラリア代表もね応援していきたいですし、だフランス強いよね、めちゃくちゃ。前回のワールドカップ優勝国やから、はい、結構ヘビーな相手には当たるんやけども、まあでもさ、やっぱりもう最初やっぱ初戦やから、相手も当然まあ硬くなるっつったら、もうそんな経験じゃないか、もう、まあもう経験豊富ですし、皆さんな、はい、なんかもうここでさ、俺らぐらいのレベルのさ人間がさフランス代表がどうとかさ、いやいや、それが楽しいじゃないですか、っていうぐらいすごい大会に出るっていうことですよ。そうですね、うん、まあ、本人も言ってましたけど、やっぱ年齢的に最初で最後っていう気持ちで臨んでるんですね、うん、はいはい、したんで。そうよね、いや、ほんま頑張ってほしいわ。いや、本当楽しみですね。だってあれよ、普通に、まあ、出るとするじゃない、はい、全世界中に所属チームでファジアの岡山って出るんよ。いや、これはもうちょっと久しぶりに言うけど、すごない？そこまで定着してないんですえ、そう、はい、いやもうそうね、あのデューク選手ほんまに頑張ってください。続きまして、小学校訪問ということで、ファジアの岡山の理念は、子どもたちに夢をですが、それを具現化する、事業の一つとして、これは2017年から行っているよね、小学校訪問事業なんですけども、まあ、ここ2年はやっぱりちょっとコロナの影響もあって、直接、まあ、子どもたちに直接触れ合うってことはできなかったんですけども、まあ、3年ぶりに直接訪問が、再開し、25個、を訪問し、多くの子どもたちと選手が、触れ合うことができました。やっぱりこうオンラインも、オンラインはやっぱり、まあ、それはそれでいいけども、やっぱりこう現場で、まあ、目の前で選手がしゃべることを、まあ、リフティングしてくれることを、すごい距離をボール飛ばすとか、ピタッて止まるトラップとか、やっぱこう直接ね、やっぱりそういうの見れるっていうことは、やっぱりこう子供たちすごいキラキラしてたよね。いや、本当に目が輝いてましたね。で、まあ僕らが言うのも変な話やけども、それぐらいいい時間というか、はい、選手自身もやっぱりその我々のクラブ理念の子供たちの夢よっていうことをちゃんとこう意を汲み取って、はい、この小学校訪問事業に参加してくれてるから、はい、からね、いいよね。まあ、本当にこの度、25校の、選手と触れ合ってくれた子どもたち、本当にありがとうございました。またあの選手も、来年以降も続けていきたいと思いますので、まあ、今回残念ながら、訪問できなかった、まあ、岡山市内にはなるんですけども、学校の、皆さん、またご検討のほどよろしくお願いします。さあ、というわけで、今週末、これも明後日ですね、11月13日、コンベックス岡山にて、ファン感謝デーを実施します。今期の振り返りの、まあ、トークショー、まあ、レクリエーションイベント、またあのコロナで実施できなかったサイン会を3年ぶりに実施します。まあ、その他にもあのサイン色紙や、まあ、グッズとが当たるあの抽選会、まあ、あとファン間限定のグッズ販売などなど、まあ、多くのイベントを、実施してお待ちしております。まあ、このファン感謝デーにはご参加いただけるのは2022年、まあ、今シーズンですねのファジアの岡山ファンクラブ会員の方限定となっております。まあ、以前はあの入場はですね、はがきでお送りしていたんですけど、まあ、今回はあのファンクラブ会員証であるカードを持参していただくことになってますので、まあ、これもファンクラブ会員カード必ず、持ってきていただければと思いますので、よろしくお願いします。そしてあの事前申し込み制のイベントもありますけども、まあ、当日現地での入会も可能ですので、ぜひお越しいただければと思います。
そしてあのこのファン感謝で MC があの津山出身の、はい、またウエストランドさんに来ていただけるということで、はい、特にあの井口さんが、まあ、特にって言ったらちょっと河本さん怒られるかもしれないけども江口さんすごいテレビで見るから、はい、あの東野幸治さんとかにちょっとなんか気に入られてる的な、はい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 、なんか ね, こう い, じ ね, ねいじられて美味しいみたいな、はい、はい、まあ、そんなあのウエストランドのお二人も、まあ、MC で、参加してくださるっていう本当にボリュームある、ね、ファン感謝デーになってますんで、ぜひ皆さん、ファンクラブ会員証を忘れずに、11月13日コンベックス岡山で、お待ちしておりますので、ぜひご来場いただければと思います。はい、前回あのファジュニュースですね、まあ、1回戦プレーオフ1回戦直前ということもあって、まあ、たくさんの、コメントいただきました。まあ、内容はやっぱどれも試合に向けた、まあ、意気込みで、まあ、大変熱く、まあ、思いのこもった、ばっかりだったんですけども、本当に、まあ、皆さんの熱い応援が、まあ、選手に、届いてたと思いますし、まあ、我々やっぱそういった皆さんの思いを汲み取りながら、この番組も今後もあの継続して頑張って作っていければと思いますので、あの本当にありがとうございました。今回のファジュニュースはここまででございます。オフシーズンもファジュニュース続くの？続けます。続く。キャリオンさんが OK くださいました。わあ、キャリオンさん OK 出した。はい、ありがとうございます。もうこのような番組にオフシーズンもやってもいいよと。はい、おお、ありがたい限りです。ほんまやね。はい、ネタどないすんの？そんなんありますよ、いっぱいある。はい、大丈夫ですか？はい、さすがはもうお仕事見せての上田さんですから。はい、ファジャニュース以外にもですね、まあ、選手密着企画コーナーも予定してんの？はい、もう撮ってます。はい、あの配信予定ですので、引き続きファジャニの岡山もよろしくお願いします。ご感想など、コメントをですね、ぜひ、こちらの、YouTube コメント欄にいただければと思いますので、よろしくお願いします。そしてチャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。キャリオンプレゼンツファジャニュースは株式会社キャリオンの提供でお送りしました。キャリオンさん、今日もありがとうございました。またお会いしましょう。